はい、こんにちは、レトスの小野です。2月2日の3問に入ります。土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用をもって境界を表示すべきものを設置することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。境界表の設置は隣地の方と折半、いわゆる半分ずつですね、費用を負担します。つまり境界表設置に10万円かかったとしたら、隣地の方と5万円ずつ負担するということなんですね。で、この境界表ってどんなものかなんですけれども、こちらがある設計会社のサイトなんですけれども、これらすべて境界表です。まあ、こういったものですね。隣地との境目だったりとか、道路との境目、自分の土地と道路の境目、および自分の土地と隣の、土地の境目とか、そういったところにこんなもの埋まってたりするんですね。これがすべて境界表になります。で、問い2ですね。監督処分です。国土交通大臣に、宅建業を営む旨の届け出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。指示処分受けることはあります。で、ポイントとしてはですね、まず信託会社っていうのは免許を受ける必要はないんですね。国土交通大臣に届け出をするだけで宅建業を営むことができます。まずこれは基本事項として頭に入れておきましょう。で、これってどういうことを言ってるかっていうと、信託会社は免許に関する宅建業法の規定は適用されないことを意味してるんですね。これ免許を受ける必要ないわけですよね。届け出だけでいい。つまり免許に関するルールが適用されませんよって話なんですよ。ってことは、免許に関するルールが適用されないってことは、免許取り消し処分はありえないんですね。なぜなら、そもそも免許を受けてないからなんですけれども。なんで、ここも二つ目のポイントとして覚えていただきたいんですよ。で、今回の問題はこの2つのポイントではなくて、次のポイントで、免許取り消し処分以外の監督処分、まあ、例えば、まあ、指示処分とか業務停止処分ですね、こういったものについては他の宅建業者同様適用されるんです。つまり今回の問題文、指示処分を受けることはあるというのは丸になるということです。で、今回3つのポイントをお伝えいたしましたので、3つのポイントちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて都市計画法についてです。区域区分は指定都市、中核市の区域の全部または一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている、丸か×かという問題ですね。まあ、これも考えたい方は一旦ストップして、下の概要欄から問題文をご確認ください。まあ、指定都市とか中核市っていうのは比較的大きな都市です。まあ、横浜とか名古屋とか仙台とか、まあ、そういった大きな都市というイメージです。で、この問題については指定都市とか中核市とかわからなくても、まあ、全然問題ないんですけども、まあ、ポイントとしては、区域区分は都市計画区域には必ず定めるものとされている丸か×かという話なんですよ。で、これ答えは×です。都市計画区域については、必要があるときに市街化区域だったり、市街化調整区域との区分を定めることができるんですね。で、この分けることを区域区分っていうわけなんですよ。で、必ず区域区分を定めるっていうのはどういうことかっていうと、例えばこの画面全体を都市計画区域だと仮定しましょう。ある一部を市街化区域で、残りはすべて市街化調整区域にしなさいよっていう風な形だと、これは必ず区域区分を定めたってことになるんですね。つまりこの都市計画区域の中で、ある一点を定めたときに、そこは必ず市街化区域か市街化調整区域かって決まってるって話なんですよ、この場合だと。例えばここは市街化調整区域、ここは市街化区域、ここは市街化調整区域、つまりどっちかに絶対定められているっていう話なんですね。これが必ず定めなければいけないっていう意味なんですよ。しかしルールはどうなってるかっていうと、都市計画区域について必要があるときにどっちか定めたらいいって話なんですよ。言い換えると、必要がなければどちらも定めなくてもいいですよっていう話です。つまり市街化、ここを市街化区域としました。で、その周り、まあ、この辺りを市街化調整区域にしました。で、その他の部分、この辺ですよね。この辺はどっちも定めません。これもありですよってことなんです。なぜならここは必要がないからなんです。だから必要がないから、この辺りは区域区分定めてませんよ。つまり、市街化区域も市街化調整区域も定めていませんよって話なんですね。
だから問題文の区域区分は都市計画区域には必ず定めるっていう記述は誤りだということなんですね。で、先ほども言った通り、区域区分っていうのは市街化区域と市街化調整区域に分けることを言って、区域区分が定められていないところを非線引き都市計画区域って言うんだということですね。先ほどの具体例で言うと、まあ、このあたり市街化区域にして、その周りを市街化調整区域にして、ここは、このあたりは全然定めませんよって言いましたよね。で、このあたりは市街化区域にも市街化調整区域にも定めないといった、ここが非線引き都市計画区域だということになります。まあ、この都市計画法ってあまり慣れないと思うんですけれども、まあ、言葉をですね、ある程度、ちゃんと理解をしていけば、まあ、解けるようになってきます。なので、言葉をちゃんと理解をしていくってところが、まあ、重要ですね。まあ、今回で言うと、この区域区分ですね。区域区分っていうのは、市街化区域と市街化調整区域に分けることなんだっていうことを、まずここではね、頭に入れる。まあ、個別指導では、この市街化区域とか、市街化調整区域がどんな区域なのかっていうところもお伝えをしてるんですけども、まあ、今回ちょっと無料なので、まあ、このあたりはですね、自分自身で調べていただいて、イメージしていただければと思います。まあ、こういった言葉の意味っていうものをちゃんと理解をしていくっていうことで、法令上の制限もある程度イメージできたりするんですよね。で、そうすると点数取りやすくなってきます。で、法令上の制限っていうのは引っ掛け問題も単純なんですよ。だから点数って取りやすいんですね。なので、まあ、法令上の制限っていうのはしっかり勉強していきましょう。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったりイメージしたり理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。